皆さんこんこにちは岡田と申します、えー、私ちょうど12年前に進化開発講座っていうのと出会ったんですけどそれまでは順風満帆にあの結婚してで家も建ててでそれなりの、まあ、企業に入ってやってたんですけど、まあ、だんだんですね夫婦関係に限りが出てきてき離婚したんですねであまりいい形で離婚できなかったので子供と会えなくなって。 で毎日、すごく心が病んでいったんです、もう愛する子供と会えないということで,で、えー、2、3ヶ月後にうつ病を発症しまして、でもう夜はあの発作が起きるんですね、過呼吸が起きるようになって、心療内科に行ったらうつ病とパニック障害という診断をされてで、そこからもう毎日死にたくなるんですね。もうあの苦しくてて生きいるのが でなんとかあの、まあ、子供が2人いましたので会えないんですけど子供を思うと死ねないんですね父親が死んでしまうと非常につらい思いをさすということで取り留めたんですけどでなんとかいろいろ立て直そうとあらゆる心理学とかセラピーとか受けたんですけど全くその時は効果が上がったような気がするんですけどまた落ち込むんですね。っていうのを繰り返して。 であるとき、ね、ネットで検索したら、進学開発講座っていうのが出てきまして、で12年前にあのこういう基礎編を着て、て、当時、僕、も最悪の状態で、鬱、つ、パニック障害、無職で、財産もないという状態、財布には3000円という状態だったんですけども、でもこういう進学というものが本当にあるんだったら、受けたいと思ったんです、お金はなかったんですけど。で 当時あの、橋渡ししたら変わりますよって講師の方に言われて、まあ、申し込みだけして帰ったんですね。そしたら奇跡のようなことが起きまして、えー、何が起きたかというとあの家帰ったら母親があの今日退職日であの100万円入ったから使いなさいっていきなり渡してくれたんです <laughs> で。で、まあ、当時、ね、それでもう受講できると思って1週間後に受講したんですね。 で未来内観というコースを受けて、もう佐藤先生の言うとおりでした、それまではあの何も変化なかったある、ある日突然ですね、ある時突然ワークをしてたときに、自分の中からうわーってあの愛と感謝が溢れてきた、もう大号泣したんです、もうそれまでずっと自分は責め続けて、なんでだめなやつだってなってたんですけど、その瞬間、一瞬で変わったんですね。 であこんなすごいものが自分の中にあるんだっていうのを体感してで一番です、ね、実感があったのはその朝に食べたサンドイッチを食べた瞬間にサンドイッチを作っている人の映像が全部浮かぶんですね要するにです、ね、何をしてても愛と感謝しか湧き起こらなくなってきたんですもうその瞬間というのは。 外に本当に幸せはないんだなって自分の中に全部あるんだなって状況はどうであれその場で一瞬で変わるっていうのを体感したんですねもう本当にすごくてでそっからやがて現象面にあに時間差を持って現れてきたんですけど当時あの僕は家電量販店でセールスをしてたんですけど入ってまあ間もない時ですで今まではあの人が苦手で人をどっちかと避ける人生だったんですけど 人を見ると喜びに変わってきたんですねもうあの楽しくて楽しくてで3か月で営業成績が5倍になって半年後にはお店のトップにあのなることができましたでそこからです、ね、どんどんあの営業成績も上がってでもう当然打つとパニック障害というのは全くなくなった状態です。 もう当時、今は考えられないです、こういう人前で話すと、もう心臓が飛び出るぐらい、足がもクガク震れて、うそういう状態だったんですけど、今はもう、こうやって話させていただくのも楽しいですし、で最近ですね、追求して、今、10年弱が経つんですけども、もう当時の子どもとも再会することが、で、こちらから何もアクションしてないんですよ。 子供の方から僕の戸籍謄本を調べてでお父さん会いたいって言ってきてで最近会うこともできてでこの本当にシンガーっていうのはすごいなとその時実感したんですもう心が変わった瞬間にピッと相手に行ってるんですねもう今そんなことだらけでぜひですね佐藤先生と今日、えー、最大限のご縁をね生かしていただきたいと思いますどうもありがとうございます最初「未来ない感」っていうのはね死から生を目指す 死から生を見ることによって生きることの尊さ命の尊さ時間の尊さがあるそして死ぬ時は金も土地も財産も家族も何にも持っていけないその時に本当の自分に目覚めた時に心がバッと開けるそ,うそ,のそれを未来内観未来を内観するこう最高の未来を内観するそういう構図それからもう一つはね宇宙無限力ってねこれは普通今までの宗教とかいろんなものは人間から神を見ようとする。 それはだから分かんないわけ自分の煩悩の神,な神様になっちゃうわけでも反対に見させる神からすべてを見させるもう宇宙から地球を見させるのと同じです神から見させた時にであの全部がか神の現れだったわけそれを本当に体感するそれを体感するんそれが宇宙無限力っていう構成です 前はそれを2日間に分けて2日でやってました今はさらにいろいろ進化してそれを皆さんが受けることができますそして進化を開いた自分で、ね、普通の瞑想コースと瞑想の最も煩悩,や煩悩や雑念を利用して深く入れる瞑想これは世界にないやむしろ煩悩がある方がいい雑念がいっぱいあった方が深く入れる。 そういう瞑想法がそういういのを皆さん、ね、この実践会っていうのは言っ受け放題になります。の皆さん心が開き放題運命よくなり放題